はようございます。さあ、おはようございます。元メジャーリーグスカウトマンからして、うん、今日本の選手で今すぐ日本からメジャーに連れて行きたい選手とかいますか？なるほど。日本のさ、はい、プロ野球と、はい、よくその連れて行くのにさ、はい、日本の、プロ野球とメジャーリーグと、はい、どうしてもこうどっちが上かみたいな、どっちが上だと思う？日本とメジャーですね。日本とメジャー。メジャー。ほう。ね、メジャーリーグって一応さ、世界中のよりすぐりの選手たちが集まってきてるみたいなイメージでしょ。はい。だから例えば俺らの大好き格闘技、はい、総合格闘技も、総合格闘技の最高峰ってどこ？ UFC。 おお。じゃあそうだと思うんですよ俺も、はい、でまあどっちが強いかと、そんな分かんないよ、どっちのね、どの選手が強いかとかさ、どのチームどっちとどっちが強いかとかは分かんないけど、一応その世界からこう集められてきた選手たちがプレーする場所がメジャーリーグなんですね。はい。でそのメジャーリーグにはすごい数のマイナーリーグの組織があるのね。はいはい。で日本ってさ1軍あるでしょ、日本のプロ野球。はい。で2軍があって、はい、で、まあ、3軍とか最近あのできてきてるけど、はい、でまあ、それぐらいしかないのよね、はい、その各チームで持ってるマイナー組織っていうのが、うん、それぐらいこう規模が違うっていうのが大前提。はい。じゃあ今すぐメジャーリーグで大活躍できる選手は誰ですかっていうと、はい、もうトップ中のトップ、日本でもトップ中のトップじゃないとなかなか厳しいと思う。まあ、もちろんその中でも隠れた、この選手は実は通用しちゃったみたいなことあると思うんだけど、はい、ただやっぱりそのじゃあお金をしっかり出して、はい、日本から連れて行こうってなると、はい、もうそのプロ野球で FA してみたいな選手よりも、はい、俺もうちょっと若い選手を連れていくのが、いい選手を探すのが楽しいんですよ。はいはい。だから、今ね俺の中でもう例えば野手と、ピッチャーと一人ずつ選んでください、もうその中の一人、二人ね、はい、野手で一人、ピッチャーで一人、はい、選びます。まず、メジャーリーグに今すぐにでも連れて行きたい、まあ、挑戦させたいね。すぐ今メジャーリーグですぐ活躍できるかさ、そうじゃないけど、はい、連れて行って育ててみたいと思うのは、はい、今早稲田大学の、はい、今西拓実投手。おお。知ってる？わからないですね。わかんないね。わかんないですね。今西投手は、まあメジャーリーグで通用しそうな条件。何？メジャーリーグで通用。うん、ピッチャーとピッチャーなんだけどね、今西拓実投手。はい。条件。条件。ここは欲しいな。150キロ。お、いいね、いいね。投げれる。球が速いね。はい。球が速い。確かに球が速い方がいいんですよ。はい。だけど、球速いピッチャーは、はい。いっぱいいるわけなんだ。日本にもですか？ごめん、アメリカにも。ああ。メジャーリーグも。はい。メジャーリーグの方がいっぱいいるよね。はい。速い球投げるピッチャー。確かに。だから、速い球を投げるピッチャーを連れてっても、なかなかそこで勝負するの難しいんですよ。ああ。そうなると、もう圧倒的に、もう持って生まれたというか、その人が持ってる、才能っていうのを探すのが一番実は早かったりするのね。はい。で今西拓実っていうのは、あ、拓実投手は身長が2メートルあるんですよ。でかいですね。これ2メートルはメジャーリーグのピッチャーの中でも大きい。だいたいみんな190センチ台が多い。でそこの中でもちょっと大きいってことは、そこでちょっと他よりもアドバンテージ一つ持てるじゃん。はい。で、しかも右ピッチャーと左ピッチャーとどっちが珍しい？左ピッチャー。そうなんですよ、左ピッチャーなんですよ。へえー、左で背が高くて、で球もそこそこ速い。
チャーの160キロに匹敵するわけよね。あ、そうなんそうなんです。それだけ要は数が少ないから。あ、なのでまず今西投手コロナ禍でもめっちゃすぐにでもアメリカに挑戦連れて行って挑戦させたいなっていうピッチャーで、はい、今だすごく線が細い、はい、まあ、2メートルだから、どうしてもさ線が細く見えちゃうじゃん、はい、だからここでしっかり体作ってで今コントロールもまだちょっとばらつきがフォアボールが多かったりするんだけど、はい、そこも俺にとっては魅力でさ、はい、しっかり体作ってフォーム固めればおそらくコントロールももっと良くなるんですよね、うん、こんな魅力的なピッチャーはね俺本当に20年に1人の逸材で、まずは、まあ、日本のプロ野球ってやっぱりすぐにでも活躍する選手を取りたい、要はさっき言ったそのマイナーリーグの組織が小さい分、はいはい、なるべく外れのなもんですよ、うん、でもアメリカはやっぱり組織がでかくて選手を育てる意識も日本よりも強いから、うん、その辺はねちょっともう今西投手日本ではドラフト漏れしちゃったんですね今年。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だけどちょっと連れて行きたいなと思ってます。でもう一人打者ね、はい、打者は、今年も阪神にドラフト1位で指名された、はい、佐藤さん、佐藤輝明さん。おお。佐藤さんは左バッターだよ、はい、で左バッターでまあまあいいんだけど投げるのが右なんですよ、はい、右投げ左打ち、はい、で右投げ左打ちってすごく右投げがすごくいいんですよ、なんでだと思います？野手は右投げがいい。はい、何がいいかっていうとシンプルに守る場所が多いですね、はい、右利きは、左利きはファーストか外野しかないんですよ。あ、そうなんだ。そう、右利きはまあピッチャーを除いたキャッチャー、キャッチャーも右利き、はい、でファーストももちろん、はい、でセカンド、サード、ショートで外野もう全部右は選択肢がそれだけあるんだけど左はファーストと外野しかない、ってことはそのどっちが確率的に有利、要は活躍できる場所が有利かというと右の方が有利、はい、で佐藤選手はまあまあ右投げ左打ちだから、はい、その分やっぱり連れて行って活躍できるなっていうのはあるんだよね。あ、そうそうそう。で、そう、これからその佐藤選手はもともと180センチ、187センチ、はい、あります。これも背大きいじゃん、はい、でやっぱり、まあ、足が速くて、はい、小技ができるって選手も連れていきたいんだけど、はい、でもやっぱり日本人でメジャーリーグでホームラン王になるっていう姿を俺見たいですね。の日本人なのにもう向こうでもうパワーで通用しちゃうみたいな、はい、選手が出てくれるのが俺はすごい、理想でさ、はい、なんかその辺を考えても佐藤選手すごい真面目で高校生ぐらいからウェイトしっかりやりだして、で高校時代とか無名だったんだけどどんどん大学で実力つけてやっぱ努力で掴んできた選手、うんうん、だからこのまま継続して努力する。でさらにやっぱアメリカに行くともっと大きい人たち、もっと強い人たちがいるとそれも刺激になってどんどんこうその彼の持ってる実力をどん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 広げていけるのかなっていうのがあるので、はい、佐藤選手とは野手でもう一人連れて行きたい。で彼はもう阪神に行くから、はい、これからまあどこまで伸びるのか非常に楽しみですね。おー。でも2人とも絶対的な条件っていうのがあって、前にねちょっと菅野投手がメジャーリーグで通用するのかしないのかっていう動画を、上げたんだけど、はい、それもちょっと概要欄に載ってまだ見てない人は見てください。
で、絶対的な条件っていうのがあって、はい、2人とも俺を一緒に連れていかないと厳しいと思います。おお、それはやっぱり環境ってめちゃくちゃ大事じゃん。はい。で、やっぱり海外に行くと、もともと全然気にしない人もいるんだけど、なんか飲まれちゃう人って多いんだよね。ああ、なんかアメリカ人、外国人、ちょっとみたいな。はい。で、そこを上手にこう立ち振る舞いしないと、はい、当然その競争社会の中で実力を発揮できないまんま気持ちの部分で負けてっていう人が多いんですよね。はい。だからそれはもう絶対的に 俺を連れて、その立ち振る舞いの仕方からもう実力、もうどういう風に立ち振る舞ったら全然気にしないでいけるよみたいなこともサポートした上で、はい、行けば面白いんじゃないかなと、おお、いうことでした。ありがとうございます。そう、とりあえずそんな感じ。茶をもらっていいですか。で、今日は、アメリカに連れて行きたい選手2名お話しさせてもらいました。将来を夢見てる少年少女、少女もね、本当もうちょっとね、女子野球っていうのも盛り上がるといいよね。じゃあそんな感じで今日もみんな楽しくいきましょう。チャオ。